We Go YouTube!先生のブリコで呼ばれてます。ダオコと吉村さんです。こんにちは、タカです。まぶし照明で、こんにちは、篠原です。今回はスーパービゴーで僕をモデルに古着コーデを選んでもらいたいなと思います。これはちょっと結構2人のセンスが問われるので、いや頑張らないとちょっと頑張ってください、はい、お願いいたします。大体もう、どういう感じにするっていうイメージはできてるんですよ。あ、イメージできてるんだ。その結構ビッグシルエットって好きなんで、ダオ君に結構来てほしいなって思って。おー、なるほど。こういうやつでいいんですけど、いやもうイメージはもうバンド T でちょっと挑戦していいですか。お、この中に丈の長いやつとかをレイヤードして、ハンドデとかを出して。そうじゃないですか。デッキがこういう感じで、こういう感じで合わせていきたいなっていう。で、パンツちょっと選んでみますか。とりあえずこれ候補で、お、こういうので中に白とか組み合わせて綺麗に絶対似合う。あ、これにします。これが早かった。多分これ着なくても分かる。絶対これが似合う。これにしたいと思います。で、次はパンツです。ダオ君何似合うかな。しかもダオ君の系統じゃないですよね。ちょっと逆に変えてみたいっていうのがあるから難しい。どうしよう。ちょっと新たなアイテムとしてこれ取り入れて、結構柄を入れれば出るかなと。さあ、というわけで僕がダオ君の服を探していきます。いや、こう見えて僕本当に古着好きなんで、結構ね、いいのになると思うんですよ。僕が普段できないコーディネートをダオ君にしても、なんていうんだろうな、ストリートテイストというか、ちょっと丸感も入れていこうかなって思います。こういう柄物とかも似合いそうですね。まあ、これちょっといいかもしれないです。今んとこちょっと候補で、こうなんか色も落ち着いててダオ君っぽいし、かつ結構ちょっとなんかやんちゃ系な感じがすると思うんですよね。ズボンはやっぱりあの上だとしたら、バランス取ってこうスッと細いやつか、逆にもうバーンってやつのがいいと思うんですよね。両極端でいこうと思います。パンツボンはちょっと違うかな。これもなんかちょっと違いますね。これは流行ってますよね、このジャージパンツというか、なんというか。これちょっと取り入れたいなと思うんですけど、色が違うんですよね、これちょっとイメージと。古着大事なの色味ですからね。イメージ変わりますからね。本当に負けたくないですね。やっぱ顔で負けてるんで、やっぱ負けたくないです。ここではやっぱりこういうのも意外と似合いそうなんですよね。これ絶対俺着れないんですけど、あれちょっとうるさいかもしれないですね。この組み合わせちょっとうるさいかもしれないです。俺の顔と同じで。お待たせしました、ダオちゃんの登場でございます。お待ちしておりました。イエイ。実はこれちょっといいなと思って。ああ、かわいい。これちょっとなんかイメージないと思うんですけど、こういう服着てるのは、あえてこう勝負していきたいなっていう。あ、ちょっとこれなんかちょっと90年代、80年代っぽい感じの、ちょっとタイムスリップ系ですよね。オレンジじゃないな。あえてこういう原色ギラギラ系も、あとは裏返しで使うのもある。そうなんだ。早速着替えていきたいと思います。いや、めちゃくちゃ、はい、いい。ポイントとしてはやっぱり上のダボダボ感と下のこうスッとした感じを見せたくて。確かに。でも足長いんで、それ活かしたかったんですよ。じゃあ続いては、タカ君のコーデに。はい。タッタダーン。おぉ、めっちゃかっこいい。まあ、差し色にこういう結構柄の入った赤とか入れたものを使って、ちょっと味を出そうかなと。はい、ということで、ここからは審査に参りたいと思います。やばい、緊張するやつだ。ちょっと2人とも結構系統違かったじゃないですか。確かに、両極端でしたね。だからちょっと、まあ、それを踏まえてなんですけど、うん、はい、いいなと思ったコーディネートはこっちです。負けた。やったマジっすか。タカ君の古着コーデが良かったなと思いました。いやー悔しい、めちゃくちゃ悔しい。もうまさに今着てるんですけど、選んだ理由としてはそのタカ君のこのコーディネートの方は本当に僕着たことがないような、はい、その古着コーデをしてくださったので、なんかこう新しい自分を見つけれたなっていうところではすごく選ぶポイントとして大きかったかなと思って、はいはい、でも本当にギリギリ超迷った。いやもう顔面でも負けてコーデでも負けるって。俺どうしたらいいんですか今後。もう生きていけないっすよこれ。頑張ろう。
わりの時間になりましたので。寂しいですね。寂しいですね。でもいろいろビゴも回ったし、こうやって古着コーデもできたので、ぜひ皆さんも古着のコーデを挑戦してみてください。ということで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。